はい、こんにちは、116ウィンズです。先日12年ぶりのプレーオフ進出を決め、さらには中地区地区優勝も手の届きそうな範囲にあるシカゴホワイトソックス。そんなホワイトソックスですが、今日少々驚きの昇格を行いまして、今年のドラフト全体11位指名のギャレット・クロシェをメジャーに昇格させました。今年はマイナーリーグが中止となりましたので、このクロシェはマイナーを一切経験せずに今回メジャーに昇格ということになったんですけれども、これはメジャーリーグでは非常に異例なことでして、直近の事例でも2010年10年前のシンシナティレッズ時代のマイク・リーク以来ということになるんですね。で、このクロシェなんですが、長期的にはチームは先発投手として育てたいようなんですが、ただ今回はブルペンでの起用を予定しているようですね。まだ昨年の2019年ドラフトで指名された選手が誰一人としてメジャーリーグにたどり着いていない中で、まさかの今年のドラフトで指名された選手が、それもこれからプレーオフを戦う予定のチームでこういった昇格を行ってくるとは、まあ、正直予想はしていませんでしたね。では簡単に今回昇格したクロシェを紹介したいと思うんですが、この選手、テネシー大学出身の21歳、サウスポーの選手ですね。大学時代は成績面ではそこまで目立った数字は残してはいないんですけれども、ただ持っているポテンシャルが非常に高く評価されまして、テネシー大学史上最も高い全体11位で指名されました。そのポテンシャルの高さを伺えるのは、左投手ながら最速100マイルにも届く速球を持っているというところですね。また速球に関しては非常にスピンも効いているというスカウティングレポートもありましたので、バッターから見ても非常に球が伸びてくるんじゃないのかなと思いました。また変化球に関してもスライダーとチェンジアップを投げていまして、こちらの評価もなかなか高いものとなっています。で、今年のドラフトでもしかしたらトップ10内の指名も可能性としてはあったようなんですが、ただ今シーズン怪我でシーズンの開幕3週間離脱してしまいまして、これがちょっと彼の評価を落とす要因となってしまったようですね。ただ大学野球がコロナの影響でシーズンが中断となる直前に復帰しまして1試合だけ投げることができましたし、また今回こうして MLB にも昇格しているわけですから、怪我の影響というのはそこまでないようですね。MLB.com が発表しているホワイトソックスのプロスペクトランキングでも早速4位にランクインしていますので、将来が非常に楽しみなピッチャーの一人ですね。そんなクロシェですが、早速今日のレッズ戦にリリーフ登板を果たしました。ホワイトソックス5点ビハインドの6回から登板したんですけれども、これがまたなかなかすごいピッチングでしたね。レッズ打線の下位打線、ブライアン・グッドウィン、ホセ・ガルシア、そしてタッカー・バーンハートと対戦したんですが、まずグッドウィンとガルシアは三振、そして最後バーンハートはファーストゴロに抑えまして、見事三者凡退の上々のデビューを飾りましたね。内容は本当に素晴らしかったんですけれども、何よりすごかったのは球速ですね。100マイルを連発していましたし、今日の最速はなんと 101.5 マイル。これは今季 MLB の全左腕の中で最速となる球速でして、あのヤンキースのアロルディス・チャップマンよりも速いボールをいきなりデビュー戦で投げてしまったんですね。いや、本当に見ていて球がえげつないなと素直に感じてしまいましたし、まあレッズの下位打線相手ということもあったかもしれないんですが、メジャーリーグのバッターたちでもそう簡単に攻略できるようなボールではなかったのかなと思いましたね。特にガルシアに対して投じた今日最速の 101.5 マイルのボールが一番すごかったですね。あれでガルシアを三振に切ったんですけれども、右バッターのインコースにズバッとえげつないボールが行きましたので、本当にこれがルーキーなのかと思ってしまいましたし、久々に選手のデビュー戦を見て衝撃を受けたような、そんなピッチングの内容でしたね。ピッチングの動画については概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひご覧いただければと思います。で、今日のクロシェのピッチングを見て思い出したのは10年前のクリス・セールですね。同じ左の剛腕という共通点がありますし、またチームの育成方針も非常に近いものを考えているんじゃないのかなと思いましたね。クロシェに関しては冒頭でも言いましたが、チームは将来的に先発として期待しているわけなんですが、ただ大学時代通算で13先発しかこなしていませんので、先発投手としての能力というのはまだまだ未知数な部分があるんですね。で、ちょうど10年前クリス・セールもドラフト直後にマイナーで少し投げた後に同じ年の9月に昇格しまして、でそこから2011年の終わりまでブルペンで鍛えまして、2012年から先発転向し、球界トップクラスの先発左腕へと成長していったわけなんですが、おそらく今回のクロシェについても当面はブルペンで起用するということですので、セールと同様にブルペンで鍛えた後に先発転向していくという流れになっていくんじゃないのかなと思いましたね。リーフから先発転向というのはなかなかうまくいかない印象がどうしてもつきまとうんですが、ただクロシェについては100マイルに届く速球とスライダー、そしてチェンジアップを投げられますので、頼れる変化球が複数あるという点では先発としてやっていけるポテンシャルは十分持っているのかなと個人的には思いましたね。
また短期的に見ても今日のピッチングもそうだったんですが、ブルペンでインパクトを与える存在になりそうですね。現在ホワイトソックスブルペンの防御率は 3.64 で、これは MLB6 位の成績となっているんですが、ただ一方でセットアッパーとして期待したアーロン・ババーが8月頭から長期離脱していますし、また今回クロシェと入れ替わりでエヴァン・マーシャルが故障者リスト入りしていますし、少々ブルペンで怪我人が出ている状況なんですね。特にマーシャルは、軽傷らしいんですけれども、現在チーム最多登板を果たしているピッチャーですので、おそらくすぐに戻ってくるとはいえ、やはり彼の離脱は、少しチームとしても痛いでしょうね。そういった状況下で今回昇格したクロシェがブルペンの一角として存在感を発揮することができればチームとしては非常に助かりますし、また今後のポストシーズンの戦いまで見据えますと、彼の存在というのはより大きなものになってくるかもしれませんね。ポストシーズンはどうしてもプレッシャーもかかりますし、また相手打者のレベルも上がってきますので、そういった時にクロシェのように100マイルを超える速球で押していける存在というのは非常に貴重なものとなると思うんですね。もちろんクロシェもポストシーズンのロスター枠は全く確約されていませんし、残りの少ない試合数で自分がその枠にふさわしい存在であるとアピールする必要はあるんですけれども、ただもし今日のようなピッチングを続けることができるのであれば、ホワイトソックスとしてはこれ以上にないブルペン補強になるんじゃないのかなと思いましたね。彼の MLB でのキャリアはまだ始まったばかりですが、今後どんなピッチングで我々を驚かせてくれるのか非常に楽しみな存在が出てきましたね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後も MLB に関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。